今日は糖尿病についてのお話です。はっきり言って話すのめちゃくちゃ怖いです。ちょっと見てください。これ今日ちょっと手震えてるんですよね。僕は10年以上内科医をやってるドクターハッシーというものなんですが、医学生の時も研修医の時も、まあいつでも病院で働いてると上の先生っていうのがいるんですが、まあいわゆる上司ですね。その上司たちからいつでもですね、必ず口を酸っぱくして教えてもらっていたことがあります。というかまあこれ言わなくてもなんですけど、医療界の常識ってやつなんですよね。それは絶対に医者が患者さんに言ってはいけない言葉があるということです。それは何という言葉かというと、その病気は絶対に治りませんという言葉です。皆さんどうですか？病気だよって診断されて、しかもその病気は治らないよって言われた時のその気持ちです。ちょっと想像してみてください。普通に絶望しますよね。それだけは患者さんが絶望してしまうので、絶対に言ってはいけない言葉なんです。医者は患者さんを助けるのが仕事なので、絶対に絶望させてはいけないんです。そしたら治療が進まなくなっちゃうんですね。でもあえてですね、今日はこの話です。糖尿病は絶対に治らないという理由をですね、話させていただきます。まあどうせこんな話するとですね、きっとまたヤフーニュースとかネットニュースとかいろんなブログでめちゃくちゃ書かれまくって叩かれまくったりとかするんでしょうけど、でも皆さん、なんで世の中こんなに医者が多いのに糖尿病の患者さん減らないのって思いませんか？その理由を今日は話していきます。話さなきゃいけないなって思っちゃったんですよね。これは糖尿病の闇と言ってもいいかもしれません。でも今日はあえてそれを全力で暴露します。ちょっと炎上しすぎたらこの動画消します。ちなみに僕、製薬会社も医師会も厚労省も全部関係ないので、ある意味無敵の医者です。しかもこの YouTube 僕のチャンネルなので、もう本当に自分勝手に自由にもう好きな放題話せるので、忖度なしで話しまくりすぎてですね、しかもなんか変に有名になってきて、なんかいろんな人に狙われてるので、もうでも全部今日は包み隠さず話すので、皆さんもぜひ今日の動画見たらですね、あのコメント欄にいろんなことを教えてください。どういう風に思ったよとかですね、感想を聞かせてください。皆さんが知ってること、薄々感じていたこと、もしかすると今日僕が話す以外にもですね、皆さんが知ってることあるかもしれません。ぜひコメント欄で教えてください。それでは早速話していきます。糖尿病が治らない理由、初級レベル1つ目、そもそも糖尿病になる仕組みがある。はい、まず1つ目ですね。糖尿病になる仕組みがあるということですね。ちょっと書いていきましょう。糖尿病はですね、やっぱりなる仕組みがあります。で、しかもですね、ちょっと恐ろしいことにですね、人間は実は糖尿病になる仕組み全員が備わってます。ちょっとこれ早速なかなかすごい話なんですけど、ちょっと絵を描きながら説明させてください。ちょっと今日は真面目な話なんでね、笑い一切抜きで本気でやりたいと思います。ちなみにこのチャンネルをね、あのチャンネル登録してくれてる方のことを柱さんと呼んでるんですが、柱さんにはですね、あまりに絵が上手すぎてですね、画伯と呼ばれてるんで、もうすごい最近自信がついてきました。これが人であることを認めていただいてですね、人間はですね、やっぱり何かを食べないと生きていきません。何を食べますか皆さん？はい、そうですね、ご飯食べますよね。まあ食事ですね、食べ物を食べます。ちょっと食べてみましょう。口いっぱい頬張りました。ご飯を食べたら、その後にここですね、この食道ってところを通って、そしてその後に胃というところに入ってですね、まあここら辺ちょっと今日はね、話の中心じゃないので、どんどん割愛していくんですが、どんどんご飯食べてですね、そうするとこうやってどんどん消化吸収されて、最終的にはまあこのお尻ですね、ボーンとこうなんかいらなくなったものが出てくるわけなんですけど、この食べ物がその間にどんどん細かくなってですね、噛んだりとか胃酸でバラバラになったりとかしてですね、細かくなっていって、いらなくなったものを便で固めて、やっぱりドーンってね、こういうのが人間の仕組み、サガというものでございますね。そしてこの食べて、まあ消化吸収というものをするわけなんですが、消化吸収した時にですね、このバラバラになった栄養素、この栄養素がどこかに溶けていきます。さあ皆さん、どこに溶けていきますか？はい、そうですね、これ血管の中に溶けていきますね。さて、その仕組みもちょっと書いていきましょう。このバラバラになった栄養ですね、この栄養たちは消化管の周りのところにですね、溶けていって、この周りにまあ血管があるので、この血管の中に溶けていくわけですね。そして血管の中に溶けていった、血液の中に溶けていった、そしたら体中に血液の中通ってね、いろんなところに行くことができるので、どういう感じかっていうと、こんな感じですね、体中に栄養素が行きますよと、そういう仕組みになります。そしてですね、この血管の中、血液の中ですね、どういう風になってるのか、ちょっと絵を描かせてください。これが血管ですね。この血管の中、血液流れてますよね。まあ血液がこうやって流れてますよと。そしてこの血液の中には、まあ栄養がたくさん溶けているという話をしました。栄養には何があるでしょうか？はい、ありがとうございます。まあ5つありますね。まず1つ目、今回の話の中心、糖分ですね。糖分がこうやって流れてるわけですね。まあある意味あのお砂糖みたいなやつがイメージしていただければと思います。あのお砂糖みたいなやつ、こういうやつですね。これがこうやって流れていって、体中に運ばれていって、いろんなところでエネルギーに変わりますよという話ですね。糖分以外にも何がありますか？はい、そうですね、これアミノ酸とかタンパク質ですね。糖分、タンパク質、そして他には、はい、そうですね、油ですね、脂質、もうあと一気にいっちゃいましょう。ビタミンとか、あとミネラルとかですね、糖質、アミノ酸、脂質、ビタミン、ミネラルね、5大栄養素というものがですね、体中にこういうふうに流れていくわけです。この糖質が血液の中に溶けているとこれ何というか、その値何というか皆さんご存知ですか？はい、そうですね、血液の中の糖の値ということで、血糖値というふうに言いますね。この血糖値っていうのが今日の話の、主題になるので、ちょっと覚えておいてください。血糖値ってちなみにどれくらいかってご存知ですか？数字です。大体どれくらいか。は
そうですね、血糖値大体100ぐらいなんですね。これ実はここからなんですけど、100じゃなきゃいけないんです。100が人間の体のバランスすっごい取れるんですね。血糖値100って覚えておいてください。これ100ってなんでなのって話がこの一つ目の話すっごい関係あるんで、ここのとこちょっと覚えてください。ちょっとさっきの図使いましょう。おめえ誰だ、体中に血液を回したいと、糖分を回したいよということでこういう風になってるわけなんですが、この頭の中にはすっごく大切な臓器があります。なんていう臓器でしょうか。はい、そうですね、脳ですね。なのでちょっとですね、絵を描きましょう。脳とは言わせません。はい、横ヒューマン初登場ですね。このこいつの頭の中にはすっごく大事な臓器、いわゆる脳が入ってますよね。こうやって脳が入ってるわけです。この脳というのはですね、実はすっごくちっちゃな何かが集まってできてるものなんですね。皆さん何というものかご存知でしょうか。はい、そうですね、これ神経細胞という細胞から集まってできてるんですね。なのでちょっと書いてみましょう。こうやってね、細胞、こういうすっげー細胞、神経細胞っていうのがこうやってめちゃくちゃたくさん集まってこうやってできてるんですね。この神経細胞ちゃんたち、まあちょっと難しいので漢字書いておきましょう。神経細胞ですね。この神経細胞ちゃんたち、この神経細胞ちゃんたちめちゃくちゃたくさんこうやってやり取りしてですね、これで人間の脳って出来上がってるんですね。ちなみに人間の体自体も全部細胞でできてるんですね。ブチッとちぎって顕微鏡で覗く組織学っていう学問が、医学部にあるんですが、覗いてみると分かるんですよ。本当に1個のすっげーちっちゃいやつがすっげー体に30何兆個って集まってですね、これで人間の体になってるんですけど、実はこの脳っていうのもですね、神経細胞っていうちっちゃい細胞の集まりなんですね。こいつらがやり取りをすることで、あ、そうか、今あそこから可愛い姉ちゃんが歩いてきたから、じゃあちょっと近づいてっちゃおうみたいな、こういうことができたりするって、これすげーなっていうのがこの人間の神経細胞ってやつなんですね。こいつもう見方によってはですね、人間の体の細胞全部を支配コントロールしているようなめちゃくちゃすげーやつなんですよ。めちゃくちゃすげーやつなんですけど、実はこいつ1個だけ弱点があるんですね。この弱点知ってるとめちゃくちゃ人間の知識ボーンレベル上がるので、ちょっと知っといてください。この神経細胞めちゃくちゃ、ちょっとこれ細かく絵描きましょう。めちゃくちゃたくさん神経細胞ちゃんたちがやり取りしてるよって言ったじゃないですか。でどんなイメージかっていうと、ちょっと2個描いたんですけど、1匹こいつ、神経細胞1号ですね。でこいつ神経細胞2号だと思ってください。2号ね。そしてこの1号が2号にですね、何やってるかっていうと、これ電気ビリビリビリってこうやって流してですね、おいお前そっち動けよっつって、そしたらこいつもですね、え、分かったよっつってですね、俺らビリビリビリって流してですね、これで俺ら動けってやっていくわけですね。こうやっておいしょよいしょよいしょよいしょドゥルルってやってって、最終的にはよし、じゃあ手足動けって筋肉のところに行ってですね、バチンってムチ打ってギュッて収縮する。これがですね、脳から体を動かす仕組みだったりするわけですね。この先に要は筋肉とかそういうのがあるから、こうやって動かすことができる。この先に内臓があるから、内臓もグネグネ動くことができる。これすごい仕組みなんですよ。この神経細胞、こいつが一番上にある、脳にあるって、そういうことなんですね。ただ1個だけ弱点がある。1個だけ。どんな弱点かというと、これ電気流すんですよ。電気流すってどうです、エネルギーめちゃくちゃ使えそうな気しません？言った、唇割れた。エネルギーめっちゃ必要なんですよ。皆さんも例えばですね、家電使ったりしますよね。もしくはスマホが分かりやすいですね、スマホ持ってたりすると思うんですけど、そのスマホを充電しないとやっぱ使えませんよね。これどういうことかっていうと、めっちゃ電気ってエネルギー使うんですよ。でこの神経細胞もビリ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 つって、人間の体こうやって動かせるぐらいですよ。めちゃくちゃエネルギー使うんですよ。頭使うと疲れるっていうじゃないですか。あれエネルギーめっちゃ使ってるからですよ。なのでこいつエネルギーを常に取り込み続ける必要があるんですね。こいつエネルギーを作り出して、このエネルギーを使ってビリビリビリってやらなきゃいけないんですよ。でこのエネルギーを作る、このエネルギーを作る方法、どういう方法かというと、糖分からエネルギーを作らなきゃいけないんですよ。これ糖分、グルコースってやつ、この糖分からエネルギーを作って ATP っていうのを作って、そいつを使ってガーっていって電気ビリビリって流すっていう仕組みなんですよ。なのでこいつに糖分を常に供給し続けなきゃいけないんですね。こいつずっと糖分蓄えられないんですよ。筋肉とかだと結構糖分蓄えられたりできるんですけど、この脳の神経細胞って糖分ずっと蓄えたりできないんですよ。なので糖分が常に欲しいんですよ。この周りにも実はすげえたくさんの血管があって、脳にもたくさん血管があります。脳にもたくさん血管があって、血液めちゃくちゃ流れてるので、この血液の中にある糖分を常にこいつが取り込み続けて、それでエネルギーにし続けて、それでビリビリビリってやり続けなきゃいけないんですよ。これ糖分が必要なんですよ。だから血糖値がいくつじゃなきゃいけないかっていうと、はい、そうです、100じゃなきゃいけないんですよ。100あり続けなかったら、100の糖分がずっとあり続けなかったら、こいつエネルギー作ることできないんですよ。ビリビリいけなくなっちゃうんですよ。糖分がもし低かったら、低血糖だったら、皆さんこれビリビリいけますか？
そうなんですよ、これ低血糖だったら意識障害って言ってですね、ダラーンってしちゃうんですよ。もしくはすっげー高血糖でも良くないです。すっげー高血糖でも糖分が取り込めてない証拠だったりするので、これもまたですね意識障害につながったりとかですね、頭グワーってなっちゃったりとかしちゃう、そういうことなんですね。なので糖分は常に100じゃなきゃいけないんですよ。それを踏まえた上で、はい、これですね、この図ですね、血糖値は常に100じゃなきゃいけない、100じゃなきゃいけないから、もし低かったらどうしますか皆さん。はい、上げてやる必要ありますよね。この100がもし50とか60とかで低かったら上げてやんなきゃいけないし、もしこれ200とかすごい血糖値が高かったら血糖値は、はい、下げてやんなきゃいけないですよね。なんでこれどん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 下げてやって、この100にしてやんなきゃいけない仕組みになってるんです。なので人間はどうしなきゃいけないかというと、さっきのですよ、そうなんですよ、食べなきゃいけないんですよ。食べないと生きていけないです。血糖値上げらんないんでね、血糖値上げらんなかったら死んじゃうんで、なので食べなきゃいけないんですよ。で人間っていうのは、人類始まった時はもうずっと飢餓状態が始まってます。餌取れるか食えるかだけの世界でした。そういう人間の体ができているので、しかもそれが急に発展してきて、それでみんなで食べようっていう風に、食べれるぜっていう風になってきたんですよ。なので体はまだ古いまま、でも時代はすごい新しくなってる、そういうギャップがあるんですね。なので人間の遺伝子とかそういうのも全部含めてですね、実は人間っていうのは血糖値を上げるために生きていると言っても過言じゃないです。なので我々が、あ、お腹空いたなって思うのも全部血糖値を上げるための行動です。全部血糖値を上げるためにできているので、一つ目の理由、人間は糖尿病になる仕組み、もう宿命なんですねこれ。ちょっと僕の説明が下手すぎてよくわかんないやって方もいるかもしれませんが、人間はとにかく血糖値を上げるために生きていると言っても過言ではありません。例えばですね、イライラしたらなんかお腹空いてくるじゃないですか、あれ血糖値を上げるためにイライラするようになってるんですよ。あ、そうか、人間の体の全体像ちょっとつかめたなって方はですね、ぜひあの下のところにチャンネル登録と高評価のボタンがあります。人間の体の仕組みが分かるとですね、知識や武器なんていろんなことが分かるようになります。ぜひ普段からね、医学の勉強をしていただければと思います。糖尿病大国になることをみんなで防いでいきましょう。それではそのまま連続でいきましょう。こういう風に聞いていくとですね、どん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 知識深まっていって、最終的にはもう最後の重要な話とね、させていただきます。これ初級編、中級編、上級編って言わせましたけど、どん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 レベルアップして、最終的になるほどねっていう風に話作りたいと思ってますので、皆さんぜひね、通してちょっと頑張って聞いていただければと思う。あ、噛むな。糖尿病が治らない理由、初級レベル2つ目、治療が難しい。2つ目、治療が難しいですね。ちょっと書いていきましょう。治療が難しい、略して治難ですね。さあ、ちょっと復習がてらね、スクリーンショットでね、後で復習したいって方もいるのでね、復習がてらスクリーンショット撮ってもらいながらね、復習プラスこれの説明しながらやっていきましょう。人間はこういう仕組みになってますよね。ご飯を食べて、そして消化吸収をして、バラバラにして、バラバラにしたから吸収しやすくなるよって、まあ補足もちょっとさせていただきながらね、バラバラにして吸収しやすくして、溶けやすくしてですね、血管の中に流れていって、それで体中に回りますよという話ですね。うん、これ血液の中、これで糖分溶けますよと。糖分以外にもアミノ酸とか脂質とかビタミンとかミネラルとかね、いろんなもの、五大栄養素ってやつですね、こういう風に流れていきますよという方ですね。そして血糖値はいくつの数字じゃなきゃいけないって言いましたっけ。はい、そうですね、100ですよね。血糖値は常に100じゃなきゃいけません。100前後ですね、100前後でじゃなきゃダメだと。もう100って数字パッと覚えちゃうと楽です。そしてこの100もし低かったりとかすると、人間の体は上げる方向性に行きますよ。人間の体を生かすためにですね、ちっちゃい細胞の集まりなんでね、こいつを生かすために食うようにできてるわけですね。逆に高かったらどうしますか。はい、そうですね、これ下げますね。ちなみに血糖値を下げるホルモン、皆さん何というホルモンかご存知ですか。はい、そうですね、インスリンってやつですね。人間の体にはですね、膵臓という臓器がありますね。そして膵臓からインスリンというホルモンが出て、ピヨピヨピヨっていってですね、こういうところにくっついてですね、膵臓から出てきたインスリンというホルモンがくっつくと、細胞の中に糖分をこうやって押し込みますよという仕組みになってるわけですね。なので血糖値が下がって、細胞の中に糖分が入りますよ。さっき神経の中にも入ったじゃないですか、あれと同じですね。細胞の中にぶち込んで、血管の中100でちゃんと抑えましょうねと、そういう風になってるわけですね。はい、これ何見てんだ俺のことをよ。脳こういう風になってるよっつってなってますね。これ神経細胞バチャ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 、なんとか集合体恐怖症の方はですね、ちょっと大変ですけども、神経細胞めっちゃ集まってますよという話でしたね。それを細かく見てみたら、これ神経細胞ですね、電気ビリビリビリって流していって、それで俺やって動かしますよ、内臓動かしますよってやってるよと。そのためにはこいつ電気めっちゃエネルギー使うんで、エネルギーたくさん作んなきゃいけない。たくさん作るためには糖分という元がなきゃいけない。糖分はどっから取り込むのか。はい、血管から取り込むと。そういう話ですね。これですね、血管からきちんとグルコースをヒュッと入れて、糖分ヒュッと入れて、それでエネルギーに変えてビリビリいきますよと。ね、人間の頭はずーっと動き続けることができますよと。神経細胞はずーっと糖分を脳の中に、細胞の中にですね、取り込み続ける必要があると。蓄えることができないんですね。蓄えられないっていうのはこいつの一個の弱点ですね。なので、これ常に取り込み続ける必要がある。だから血糖値は常に、はい、100じゃなきゃいけないという話でした。さて、100じゃなきゃいけない。つまり、
人間は食べなきゃいけないんですよ。食べなかったら死んじゃうので、なのでもし血糖値100維持するためにはちゃんと食べてちゃんと休んでうまくやらなきゃいけないんですね。このバランスを保つ、しかも血糖値100って目に見えるものではないので、なのでこのバランスを保ち続けなきゃいけないって、これめちゃくちゃ大変なんですよ。糖尿病の治療の原則ですね、食事運動睡眠とか、まあ食事運動とかってよく言われますけれども、これ食事もちゃんと糖尿病の治療なんですね。でしかもこの食事はですね、カロリー制限、まあ1日の全体のカロリーですねだったりとか、糖質制限、まあ糖質ね、たくさん取りすぎていた場合には1日の糖質の量をコントロールして1日のカロリーのね量をちゃんとコントロールしましょうっていう話になるわけなんですが、これね僕も会社にいろいろ説明してたりとかするんですけど、めちゃくちゃ難しいです。しかも俺自身もちゃんとやってみようかなと思ってやってみたこと全然あるんですけど、めっちゃ難しいです。計算自体もめんどくさいし、複雑だし、煩雑だし、料理なんかするなんてもっと大変です。もう普通に生活してるだけでも大変なのに、これ食事のことまで考えられるかっていう話ですよ。しかもですね、人間っていうのはですね、成功体験を繰り返して生きていく生き物です。これまたちょっと新しい話なんですけど、例えば赤ちゃんから子供、子供から大人ってなっていくにつれてですね、まあ、人間はいろんな成功体験を積み重ねて生きていきます。成功体験をする、だからうまくいったからもう一回やる。例えばですね、人間じゃなくてもそうですね、例えば海の生き物でも食べて大きくなって強くなったからまた食べれる、こういう成功体験を積み重ねて生きていくのが、まあ、人間というか、まあ、生き物ですね。植物でもそうですね、太陽がある方を向いてたら光合成ができるって、本当にそういう感じですね。しかも人間って頭がいいので、特にその行動を繰り返すようになります。こいつさっきの脳の仕組みですね、脳の神経細胞、これめっちゃすごくて、やってみるじゃないですか。でうまくいったらこれどうなるかっていうと、ちょっとこれ3号書きますけど、これ最初全然関係なかったやつが実はうまくいくとですね、こいつ実はこうやって伸びていくんですね。これ身長伸びていくって言うんですけど、これ伸びていってこいつにも関係するようになって、そしたらうまくいったからもうちょっとそれビリビリ言うようにしようぜみたいなこともやっちゃったりするんですよ。めちゃくちゃすごくないですか。神経細胞ってこうやって軸索って言うんですけど、これ伸ばしたりとかしてですね、こいつとこいつの間に入り込んだり、なんかプラスアルファ俺もやるぜみたいな感じになって、ブブブってこう脱分極しやすく、電気がブブブってしやすくなるように、なる仕組みがあるんです。これもう脳の仕組みでうまくいったらそれ繰り返すって、そういう仕組みになってるんですよ。例えば可愛い女の子に声をかけて、それでうまくいったらまた声かけたいなってなっちゃうんですね。これ同じように甘いもの食べて美味しいなって感じたらやっぱりまた食べなきゃいけない、こういう風にですねスパイラルになっていくんですね。これ2つ目ですね、その仕組みを壊しに行くような、バランス整えに行くような、めちゃくちゃ難しいの分かります。自分の生活習慣変えろ、自分の考え方変えろ、しかも仕組みとして備わっているものを変えろ、人間が人間自分と戦えって言ってるようなもんなんですよ。例えば僕の場合は酒ですね。ちょっと熱くなってきた。僕はですね、仕事をするじゃないですか。で、美味しい酒飲むじゃないですか。またもっと、仕事頑張ろうかなってなるじゃないですか。そういうスパイラルでなっちゃってるんですね。しかも最近なんかちょっと自由勝手気ままに話すじゃないですか。で、ちょっと有名になってくるじゃないですか。で、いい気になってんなって言われるじゃないですか。で、叩かれるじゃないですか。そしたらもう酒なしじゃやっていけなくなるじゃないですか。でもちょっと最近はいろんなところで叩かれすぎてですね、ストレスで酒がやめられなくなっちゃってるんですよ。で、酒やめた方がいいよって言われるじゃないですか。で、それもストレスになるじゃないですか。で、誰かと喧嘩するのも嫌だから一人で飲むようになるじゃないですか。で、飲む量止められなくなるじゃないですか。もうね、酒の成功体が多すぎるんですね。結論、制限は大変です。ちなみに僕は無理です。はい、次に行きましょう。ちょっと話変えていきましょう。またなんかコメントの方が荒れそうな気がするんで、糖尿病が治らない理由3つ目行きましょう。糖尿病が治らない理由3つ目、先進国であること。はい、3つ目ですね、日本が先進国であることですね。ちょっと書いていきましょう。仕組み知難先進、なんか若干卑猥ですけども、日本はですね先進国なんですね。先進国は美味しいものが多いです。当然先進国だからこそ企業がこうやって発展してって、いい具合に競争していってね、どん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 発達していった。なので美味しきゃ美味しいほどいいし、それは当然食べれれば食べられるほどいいし、そういう風にできてるわけです。先進国だからこそ美味しいものはこんだけ揃ってるんです。コンビニも多い、スーパーも多い、お酒も種類が多い。日本はすごいんです。農業も林業も水産業も頑張ってます。これは日本人が頑張った結果です。女も男も頑張った結果です。酒飲みながら頑張った結果かもしれません。僕は日本が大好きです。農家さんも大好きです。野菜もしっかり食べていきましょう。牛乳もしっかり飲んでいきましょう。お米も大好きです。どんどん炎上してください。ただ糖質制限もカロリー制限も大事ですよ。大事ですけど、ご飯はいいもんです。しっかり医学の知識をつけて、ご飯もちゃんと食べて、どんどん日本を盛り上げていきましょう。これ何の動画だっけ？ちょっとですね、糖尿病の、まあ、治療の流れを言いますとですね、糖尿病って実はものすごい古代なんとかでもですね、糖尿病の記載があるぐらいです。人間にとってすごい糖尿病って本当歴史すげえ深いんですよ。ただ、今日本もですね、先進国になって、飽食の時代になってですね、すっごーくこう、糖尿病の患者さんの数が増えていると。その中でうちらもやっぱり我慢も必要になってきたね、制限も必要になってきたね、治療も必要になってきたねって、こういう風になってきてるというところです。しかもですね、その後の流れですね、治療の中
でもやっぱり変わってきてます。昔は食べちゃいけないよっていう治療でした。食べたらまたひどくなっちゃうよっていう治療でした。ただ我慢ってめちゃくちゃ大変です。無理です。なので違うよと、ちゃんと科学的に分析してみたら、食べちゃいけないのではなく、きちんと考えて食べましょうとか、きちんと知識をつけてバランスを取りましょうとか、そっちが大事だよっていう治療の流れに変わってきました。最近はいい薬も増えてきましたしね。なのでこれすっごい大事なのは、ちゃんと知識をつけることなんです。でこの後俺一気に言いたいので、先に僕がおすすめする知識をつける方法ですね、これヘルスケアアカデミーっていうのだけ先に紹介させておいてください。ヘルスケアアカデミー、僕がですねいろんな患者さん見てきて、なんでこんなにトラブル絶えないんだろうと、これは俺が喋りすぎなのかなって、まあ確かにそれもあると思うんですけど、このヘルスケアアカデミーはですね、皆さんに楽しく考えて知識をつけてもらえるようにですね、僕が一生懸命考えて、主催しているヘルスケアアカデミーというものになります。毎週金曜日にですね定期的に配信があって、その配信の中でですね健康の知識がつけられると、そういうものでもあります。それだけじゃありません。毎週金曜日にいろんな先生、いろんな科の先生ですね、産婦人科の先生もそうですし、糖尿病の専門医の先生もそうですね、皮膚科の先生もいるし、耳鼻科の先生も、僕も時々やったりやんなかったり、本当にいろんな先生がいろんな角度から皆さんに医学の知識を身につけてもらえる、毎週金曜日に定期的に先生たちからのセミナーがあります。オンラインセミナーです。リアルタイムセミナーです。これできるのヘルスケアアカデミーだけです。どうやって入ればいいのって話だけさせてください。入ってる方はですね、コメント欄にたくさん絶対おすすめだよって、入ったらこんな感じだよとかですね、ヘルスケアアカデミーってどんな感じとか、いろんな方が質問してくれると思うんでね、そういう質問とか皆さん返してください。今僕の動画見ていただいてると思うんですけど、この僕の動画のこのタイトルの部分ですね、このタイトルの部分ピョってやるとですね、なんか出てきます。そこにですねヘルスケアアカデミーっていうのがあるので、ここのところねクリックしていただくとヘルスケアアカデミーのホームページが出てきます。ここからね申し込みができますんで、ぜひねヘルスケアアカデミー入ってください。それで医学の知識大事だなって、こういう風に考えるようになるんだ、いつでもやめられます。なのでもう入らない理由がないです。ぜひ入ってください。あと本もあります。本もねドクターハシ本とかで調べていただければと思います。で中級編と上級編ですね。中級編マジでなるほどなって思っていただけることです。糖尿病が治らない理由、中級編1つ目、ストレス社会。ストレス社会だってことですね。ちょっと書いていきましょう。仕組み1難、先進ストレストレス、これまあ皆さんどうです、ストレスあります、ない方いらっしゃいます、あー羨ましい、ないわけないんですよ。日本でですねストレスなくて生きてる人なんていないと思います。ストレスってねすーげー実は人間の体に影響を与えちゃうんですよ。いろんな角度でお話ができるんですけど、まず1つ目、こいつですね、こいつ、この神経細胞ちゃんたちが例えば人間の筋肉とかも全部支配してるわけですよ。こいつ支配者なんですよ。恐ろしいですよ。これ人間の政府ですからね。この人間の政府がですよ、俺やとこれ支配してるわけですよ。あ、政府は支配しちゃいけないか。とりあえず脳がすごい支配してるわけですよ。この支配してるってことは、こいつめちゃくちゃエネルギー使ってるってことなんですよ。こいつめっちゃエネルギー使ってる、何に、血糖値上げるのにエネルギー使ってるんですよ。バカかって話じゃないですか。お前たちに支配されるためにお前たちがエネルギー使って、どういうこと、こういう風になってるわけなんですよ。からこそもしストレス感じたらどうします、皆さん。もしこの神経細胞だったら、そうなんですよ、食べりゃいいやってなるわけですよ。これですね、人間のホルモンで説明ができます。ストレスを抱えたらあるホルモンが出てきます。さあ皆さん、なんていうホルモンかご存知ですか。ストレスを抱えたら血糖値を上げるホルモン、これ糖質コルチコイドっていうホルモンがあるんですね。糖質コルチコイド、ちょっと難しい言葉だなと思った時にはですね、医学の世界では分解してバラバラにして考えるとすごい分かりやすかったりします。糖質コルチコイドですね。糖質っていうのは分かりやすく、まあ糖質はもう糖質ですよね。糖質、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル、さっき5大栄養素の話しましたけど、そのうちの栄養素の1つだよってやつですね、糖質でございます。そしてコルチコイド、コルチコイドってなんか僕医学生の時はですね、こっちはこういうみたいな、コルチコイドみたいな感じだったのかなと思ってたんですけど、コルチコイドって実は副腎っていう意味があります。副腎から出るホルモンだよという意味があってですね、副腎ってなんかゴミみたいなだって、またこれまた炎上しそうだな、ゴミみたいな臓器あるんですよ。この副腎っていうのがですね、ピヨピヨピヨってこれ糖質コルチコイドってホルモン出してですね、それで体中に行ったりとかするわけなんですよ。こいつ何やってんのっていうと、この糖質、血糖値を上げるホルモンなんだよっていうことなんですね。糖質コルチコイドは血糖値を上げるホルモンです。はい、これですね、あ、ちょっと血糖値下がってきたなっていうことは、糖質コルチコイド出して血糖値を上げるんですよ。糖質コルチコイドにもいろんなホルモンがあるんですけど、すっげー覚えやすく言うとですね、血糖値を下げるホルモンは膵臓から出る、さっき言った、はい、これインスリンですね。インスリン以外のホルモンは全部血糖値上げるホルモンです。やばくないですか。インスリンしか血糖値下げるホルモンないんですよ。インスリン以外は全部血糖値上げるホルモンなんですよ。じゃあそれはなんで、さっきの人類の話になります。人間は飽食の時代じゃなくて飢餓の時代から始まっているので、血糖値上げることばかりやってきました。なので人間の体は血糖値を上げるホルモンしかほとんど持っていない。インスリンなんか別になくても大丈夫だったんです。昔血糖値下げる人なんかなかったんですよ、ずっと食えてなかったから。そうじゃないです、血糖値を上げるホルモンで人間って構成されてるんですよ。さらに恐ろしい事実です。この糖質コルチコイド、なんかあった時にはすっごい血糖値を上げちゃうホルモンです。なんかって何か知ってますか。これストレスなんですよ。ストレスを受けた時には糖質コルチコイドが出て血糖値が
上がるんすよ。ふざけてません？なのでこの糖質コルチコイド別名抗ストレスホルモンなんて言われてるんですよ。例えば普通に上司からガミガミ言われた、そうしたらですよ、糖質コルチコイドバーって、血糖値がバーって、おめえイライラさせて俺の血糖値上げられることになるみたいな感じになるわけですよ。例えばですよ、皆さんがすごい好きな男性女性いると思います。でその人にですよ言ったら、うん全然好きじゃないって言われて、あガッツみたいなストレス受けるわけですよ。そしたら血糖値が上がるわけですよ。しかもですね、これ血糖値が上がるって、こいつ自体が血糖値を上げるホルモンなだけじゃなくて、こいつ自体もご飯を食べろよイライラしてるぞお前って言って接触行動を促すような作用まであったりとかするわけですよ。他にもそういうホルモンがあるんですね。なのでイライラしたら食べたくなって血糖値上がるだけじゃなくて、イライラしたらこいつも出されて血糖値が上がる、ダブルパンチトリプルパンチみたいな感じでこれ血糖値上がっちゃうんですよ。しかも日本はストレス社会、先進国ストレス社会なわけでございます。戦って戦ってうちは生きてきてるわけですよ。周り、皆さんの周りにこういう口バーって喋るやついません？マジでストレスっすよね。この動画で皆さんの血糖値上がってないか心配です。こんな日本ってすげえ生きづらいストレス社会だからこそ糖尿病大国になりやすい理由だったりするわけですよ。ふざけてますね。俺もよく喋るやつ大っ嫌いですもん。さてこれが中級レベルの1個目だってことですね。どん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 上級になってきますから、ストレスも含めて血糖値上がりやすい仕組みになってるんだ、糖尿病ってなっちゃっても仕方ないもんなんだ、これぐらいの感覚でいてほしいですね。これもう今日本当に忖度なしで本当にもう思ってることバンバン喋るんで、いやこれやべえよなマジで。やばいところだったら編集さんカットしてくださいね。スーさんお願いします。さてもうね、糖尿病が治らない理由2つ目いっちゃいましょう。中級編の2つ目ですが、もうレベルバンバンどんどんやばくなってるの皆さんお気づきかと思いますが、ガンガンいっちゃいますよ。糖尿病が治らない理由中級レベル2つ目、睡眠不足。2つ目、睡眠不足ですね。びっくりだと思います。ちょっと書いていきましょう。ちなみにですね、これこういう風に書いてるんですけど、後から見た方がですね悲しい思いしないようにですね、コメント欄バン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 書いていただいて構わないんですけど、ネタバレだけは注意してください。楽しみにしてて見てくれた方がですね、うわなんかコメント欄たくさん書いちゃってあるよみたいな感じになっちゃうので、皆さんにはねぜひごめんなさい、ネタバレは気をつけていただいて、でもコメント欄バンバン書いてください。ちょっと難しいんですけどね。それもバランスってやつです。血糖値も同じです。バランスってやつです。喋りすぎバランスってやつです。もう皆さん気をつけてください。さて日本人は睡眠不足と言われています。世界見比べてみると、世界はですね結構8時間9時間寝る国結構多いです。10時間寝る国もありますけどですね、日本人の平均睡眠時間大体どれくらいか皆さんご存知ですか？はい、すごいですね。ダントツ低い6時間とか7時間だったりとかするんですね。これはさすがに短すぎるんじゃないかなって、厚生労働省さんもですねその話結構してたりとかするんですけど、日本人は基本的には睡眠不足です。寝ないでやらなきゃいけないことがたくさんあるからってところもありますよね。先進国ならではって感じがするんですが、実は睡眠不足ものすごく糖尿病に関係があります。僕は医学部、日本で医学部出てるもんなんで、まあ西洋医学が中心ですね。ただですね、僕が前お世話になってた上司がですね、東洋医学も漢方でも何でもござれっていうすごい先生でですね、もう本当にガチの恩師なんですけど、その先生が僕にいろんなことを教えてくれて、僕もですね少し東洋医学をかじるようになりました。東洋医学って日本の医者としてはですね、まあ僕内科医ですけど、内科医としてはですねかなり便利なんです。っていうのが、西洋医学でアプローチできないときに東洋医学でアプローチすると結構うまくいったりとか、治療うまくいったりとかすること結構あるので、僕も東洋医学の話結構するんですけど、東洋医学はですね本当になんか全人類、地球っていう観点から生物、人間というものを見るような感覚でですね、広いところからこう狭く見るよって感じなんですけど、まず人間がまあ24時間いきますよと、まあ分かりやすいんで24時間って形でいきましょう。0時12時6時18って書いてね、まあタイムテーブル的な感じで書くんですけど、皆さん何時頃寝ますか？もうコメント欄で教えてくださいね。皆さんまあ大体12時とか1時とか、まあ僕は大体1時とか2時ぐらい寝るんですけど、ここら辺で寝始めて大体6時とか7時ですね。最近6時ぐらい目覚めちゃうんですけど、歯ぎしりで自分の歯が痛くて起きちゃったりとかするんですけど、1時からまあ7時、まあ6時か7時ぐらいまでよく寝れて、7時ぐらいですかね。でこうやってガーってこうまあ寝るわけですね。ここ睡眠でございます。ここあと活動します。もう大体僕は仕事してます。以上です。こういう風に僕まあ生きてるんですけど、この時にですねすごい大事なのがご飯を食べる時間です。僕ですね大体ですね前日にスーパー行って期限切れのギリギリのやつ買ってですね、それ冷蔵庫に入れといて、それで朝7時にパッと冷蔵庫から取り出してチンして食べれるようになってるんで、ここら辺ですね、まあご飯ここら辺で食べます。でその後にお昼頃にお腹が空いてきます。でお腹空いてくるんで、まあ大体ここら辺で食べるわけですね。そして夜大体ここら辺で食べます。19時とか20時とか、僕の場合はですね会食とかが結構あるので、なぜか第4弾があります。ここでお酒とかも入りますね。そうするとだんだん睡眠の質も落ちてくるよと、まあ素晴らしいスパイラルになってるわけなんですけれども、この時にですね血糖値がどこで上がっているかっていうのをちょっと見てみてもらいたいです。血糖値ですね、ここですね、ここのところでバーンとこういう風に上がってるわけです。夜中まあ寝てるわけなんでご飯食べてないので血糖値って下がっていくんですけど、お腹すいたなって状況で朝ご飯を食べます。なので血糖値が上がります。でグッと上がって、その後徐々に下がってきて、またお腹すいてきたなってところでまた昼ご飯を食べるので血糖値が上がります。そしてまたその後にドゥ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 って行動して、それでエネルギー減ってきて、まあでもちょっと本当にお腹すいてきたなって感じになるので、また血糖値が下がってきたのでご飯を食べます。まあこういう感じで上がる上がる上がるポイントはこういう風に3つあるわけですね。まあ僕の場合ちょっとおまけがあったりとかがあるんですけど、そしてさらにですね、これ大事なのが、人間の体ってホルモンいろいろ出てるよって話したんですけど、インスリン以外は血糖値が
はい、上がるよと。インスリンは血糖値を下げる、インスリン以外は血糖値が上がるホルモンです。恐ろしいのがですね、大体10時11時ぐらいからですね、夜の2時3時ぐらいまで実はこの間に出てくるホルモンがあるんですよ。なんていうホルモンかご存知ですか？はい、これですね、寝る子はよく育つって言われる成長ホルモンってやつですね。人間はですね、この夜中のですね11時12時からだいたい2時ぐらいの間にですね、成長ホルモンっていうのが出ます。で、成長ホルモン、血糖値を、はい、上げるホルモンなんです。なのでここにご飯を食べたりお酒飲んだりとかして血糖値上げた後にもう一発これ血糖値上げるんですよ。なので僕の場合ですね、血糖値1、2、3、4、5、なんかおまけがあるんですね。よくあれちょっとあんまり太ってなくないって言われるんですけど、これですね、あの ここのバランスだけなんとか整えてですね、こいつらの量をうまく下げたりとか、ここら辺ですね、こいつの量をうまく減らしたりとかして、ここバーンって僕は上がるので、やってるんですけど、こういう風にですね、あの人間って一日のトータルのカロリーで考えるってすげえ大事なんですね。なのでそこだけは僕プライドがあるんですけど、ただですよ、恐ろしいことにこの成長ホルモンの量なんて僕意識的になんか絶対コントロールできないので、やっぱりどうしても第4弾第5弾、しかも酒飲んでるんで、さらにですよ、食べちゃおうって感じになるんですよ。接触ドワーってなるわけですよ。でしかもストレスで食べてるんで、飲んでるんで、もうなんかボーってなるわけですよ。なので徐々にちょっと太ってきてるの分かります？僕のこと前から知ってる方さすがにちょっとヤバくないって思ってるかもしれないですけど、それもストレスになってきてます。血糖値こういう風にバンバンバンババンとかってこういう風に上げちゃったりとかすると、やっぱりこれどん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 これ血糖値上がっちゃうよということなので、皆さんぜひ気をつけてください。恐ろしいのがこれ睡眠不足になりますよって、本当いろんなパターンがあるんですけど、睡眠不足になるとこう寝る時間ですね、寝る時間が遅くなったり、逆にこれ起きる時間が遅くなったりするんです。で起きる時間が遅くなると仕事までの間のご飯ここで食わなきゃいけなかったりとかするじゃないですか。もしくはこことここのご飯の感覚が近くなっちゃうので、ご飯食べた後にさらに食べるって感じになっちゃうので、ここの感覚が空いてることって実はめちゃくちゃ大事なんですよ。これ睡眠不足でずれてくると、この成長ホルモンが出るタイミングとかもおかしくなるし、それだけじゃなくてここの感覚が縮まっちゃったりとか縮まっちゃったりとかするので、すーごい血糖値上げやすい体になっちゃうんです。なのでこれ睡眠不足はめちゃくちゃ気をつけてくださいねっていう話なんです。成長ホルモン関係してきますからね。加えてメラトニンなんてホルモンまで関係してきます。もう本当に血糖値狂っちゃいます。なので逆にどういう対策をすればいいかと言いますと、1日やっぱり3食でうまくバランスよく、そしてうまくバランスよくやって、あんまり食べないとか極度な制限とかしちゃったりとかすると、糖質コルチコールさっきみたいにストレスとして感じてめっちゃまた血糖値上がっちゃって、その後にやっぱり食べよってやるとその上で上がっちゃったりとかするので、100を一気に超えてきます。一気に超えてくるとこれインスリンバーって出ちゃったりとかするので、なのですごい太りやすい体質にもなるし、糖尿病血糖値も下がりにくい体質になっちゃったりします。なのでこれちゃんとご飯はバラすこと、きちんと朝早めに起きて昼食べて夜食べてきちんと食べて、で夜はお酒とかは、気をつけていただいて、それでその後にまた下がっていって朝を迎える。これねきちんとこのタイムテーブルで自分の生活どういう風になってるかな、知識めちゃくちゃ大事なの分かります。それだけですごい下がりにくかった血糖値が下がるかもしれない、 HbA1c も落ち着くかもしれない。これ知識なんですよ本当に。なので皆さんぜひヘルスケアアカデミー入ってくださいね。あと糖尿病のお薬飲んでる方、血圧脂質異常症のお薬飲んでる方、ぜひね薬の取説、読んでいただいても OK です。全然売れてないんでね、あの広告しておきます。さて糖尿病がね治らない理由も、いや本当に治るの大変だなって分かったと思います。さてさらにですよ、これ中級レベルマックス、もう上級編の一歩手前ですからね、これ知っちゃうとですね、うわーって感じになるかもしれませんし、この医者終わってんなって思われるかもしれないですけども、どんどん暴露していきます。糖尿病が治らない理由中級レベル3つ目、情報が多い。情報が多いですね。ちょっとこれ書いていきましょう。仕組み知能の先進ストレー睡眠情報、なんだかねよく分かんなくなってきましたけども、最近皆さん情報多いと思いませんか？ Twitter だってすーごい、 Facebook だってすんごい、もうインスタってすんごい、ものすごいと思いません？その情報本当に新しい情報ですかっていう話なんですよ。情報めちゃくちゃあります。情報インターネットでめっちゃ手に入るようになりました。この中にも古い情報もめっちゃあります、もしくはいろんな人が発信できるようになったので、誤った情報間違った情報もめちゃくちゃあります。例えばよく見かけるのは、これ食べたらいいよって、これ食べちゃいけないよって、こんなね一概に言えるわけないんですよ。一個一個の食べ物がそれぞれにカロリーがあったりとか、だってあれですよ、なんとかさんとなんとかさん全然違うに決まってるし、これがいいよなんてありえるわけないんですよ。しかもねそれをね治療したこともない人がね、こういう風にこれいいよあれいいよとかって言ってもね、医学健康情報っていうのは見極めるですね力ぜひつけてください。これやばい情報めっちゃあります。どっかの企業がなんかこれプラスになるようにやってるに決まってるんですよ。忖度ない情報を選んだ方がいいですね。僕医師会も入ってませんし、製薬会社さんに繋がり全くありませんし、厚生労働省のあれも全くないので、もう全然誰とも繋がってないので、本当にもうある意味ただの YouTuber なんで、もう好き放題自由全開で話すんで、だから叩かれるんでしょうけど、まあ僕はそういうのは戦っていく方向性でいくんでね、いや戦いはしない、まあ負けない方向性でいくんで、応援してくれると嬉しいです。ちなみに医療の世界ではですね、本当にちょっとさっきも言ったんですけど、食べちゃいけないよが、最初でした。食べちゃいけないよ、だって血糖値上がりすぎちゃってこれ糖尿病になっちゃうからダメなんだよ、食べすぎちゃいけないんだよって言われたんですよ。今の時代は
きちんと1日の量を考えて食べないと危ないですよって話ですね。カロリー、糖質、いろんなこときちんと考えて食べないと逆に良くないですよ。食べないってこと自体がストレスになって血糖値が上がることが分かったり、いろんなデータが揃ってきたので、きちんと考えてきちんと食べてきちんと人間楽しくやっていきましょう。こういうのが今の治療のスタンダードな方針です。そうじゃないものはですね、見極められるようになってください。これは古い情報、誤った情報、知識をなんかどっかのブログをコピペしてきて話してんだなみたいな、そういうのがたくさんあるんで、糖尿病のガイドラインってものすごい速度で変化してるんですよ。いやもうこんな時代になっちゃったぐらいに変わるんですよ。きちんとね、アップデートされた情報を見極められるようになってくださいね。情報が多い分、こっちは自分で自分の身を守る、自分の知識で身を守る、知識は武器だというふうにね、勉強していっていただけたらと思います。だって僕の動画が出てきてる時点で、どんな動画でも出てくるんだなって、どんな情報でも出てくるんだなって、俺がいい例ですよ。やばいっすよ本当に。こいつが喋ってるの聞いてる時点で皆さんやばいっすよ。そんなに情報が溢れてるってことですよ。僕がですね、Google で調べてみたんですよ。糖尿病治療って調べてみたんですよ。そうしたら広告で、お金さえ出したら上がりますよ広告なんて。その中で見てみたら、怪しい治療めちゃくちゃありますよ。3日で治るなんちゃらかじゃない、絶対ない。そういうのに絶対騙されちゃいけない。怪しい治療めっちゃあります。 YouTube でも Google でも本当にいろんな情報ありますけど、皆さんにはぜひね、自分の目で見極める、自分の中の軸を持つって、医学の軸ですね、本質ってやつを掴んでいただけるように僕も頑張ってお話ししていきます。もうちょっと皆さん頑張ってついてきてください。それでは上級レベルいってみましょう。糖尿病が治らない理由、上級レベル1つ目、糖尿病という名前、糖尿病という名前が悪いですね。書いていきましょう。これ誤解を恐れずにいきましょう。糖尿病という名前はですね、僕にとってある意味ちょっと古いキラキラネームみたいなもんです。これですね、どういうことかって、この糖尿病という言葉がですね、すげー誤解と偏見を生むんですよ。これちょっとですね、また新しい図解いきたいと思うんですけど、これね、マジでね、古いキラキラネームみたいな。まずここ、まあ、ハート型の心臓がありますよね。これ心臓です。これハート型です、僕にとって。心臓がありまして、そして心臓がギューって、これ収縮するとですね、血液ギューって送られてですね、そして心臓がギューっといった後に、ふわって広がるとですね、まあ、血液が戻ってくると。なんで、送って戻して、送って戻して、入れて出して、入れて出してって、なんか人間みたいな感じですね。入れて出してするわけですよ。そうした時にですよ、これ血液ぐる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 回るんですが、その中にまあ栄養があるから、これ栄養がぐる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 回るってことなんですけど、お水飲んだら、お水飲んだ分だけやっぱりこの中に水がこうやって増えるわけですよ。そうするとパン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 になってって、パン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 してっちゃうじゃないですか。パン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 入れて出して入れて出してみたいになっちゃうわけですよ。した時にこの中にすっごい大事な臓器があります。これ水を減らす臓器です。なんという臓器でしょうか。はい、そうですね、これ腎臓という臓器ですね。ちょっと書いていきましょう。腎臓ですね、腎臓という臓器がですね、なんか形ちょっと卑猥ですけど、腎臓という臓器がですね、これ流れた血液の中でいらなくなった水、多すぎる水をですね、ヒュッとこうやって出してくれると。こうやってやってですね、この循環血小流量とかっていうんですけど、この中の血液の水分量ですね、この水分量をうまく調整することで心臓がパンパンにならないように、出し入れしても大丈夫なようになっていると、そういう仕組みなんですね。その中でまあこうやって糖分がたくさんあったわけですね。ですごいたくさん糖分があった時に、昔の先生ですね、きっとね、つけたのはね、この中に糖分がたくさん多すぎちゃって、それでおしっこの中、これおしっこの中にもですね、糖分がたくさん含まれてるぞと。あ、糖尿病の患者さんの診断はおしっこの中に糖が含まれていること。あ、なるほど、じゃあ糖尿病という名前にしましょうと、そういう風にキラキラネームつけたわけですね。では皆さん想像してみてください。皆さんの健康診断の結果を僕が持ってるわけですよ。で、糖尿病です。え、言われてみてどう思いました？なんかすげえ傷つきませんでした？僕吐く息で、なんかそれちょっと想像してもらいながら言ったんですけど、これすっごい傷つきますよね。ついにかとか、俺がとか、いやーマジかとか、いろんなこと考えたと思うんですよ。糖尿病っていう名前自体がものすごく自尊心を削るんですよ。で、人間って自尊心めっちゃ大事なんですよ。生きていくために、例えば何かこうやって勝負したいとか、挑戦したいとか、頑張ったりとか、なんか何かこうするときにですね、自分ならできるだろうって言って前に進む、これ人間のモチベーションっていうところに関わってくるんですけど、めちゃくちゃ大事なんです。僕医学生のための塾を運営してるんですけど、その塾でもですね、やっぱり生徒ちゃんが自尊心ないと前に進めないんですよ。医学部入ってんだからすげえんだから頑張れよって言うんですね。これ自尊心ってめっちゃ大事なんですよ。私ならできる、俺ならできる、この自尊心を糖尿病という病名1個で診断された時、一気に自尊心バーン落ちるんですよ。めっちゃツバ飛んだ。でしかもですよ、糖尿病のもし治療してるよって時にはですね、血糖のコントロールすごい大事ですよね。これですよ、この血糖のコントロールがすごい大事です。血糖のコントロールするためには、普段からの食事だったり、普段からの運動だったり、もし治療だったら普段から内服をしたりとか、普段からインスリン治療したりとか、こういうのがすごい大事なんですよ。普段から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 って言われるんで、普段のモチベーションすっごい大事なんですよ。これを糖尿病というキーワードだけで
もうこのキラキラネームだけでバーンって感じですよ。皆さんムカつきません？俺すっげえ悔しいですもん。だからもし診断されたとしても皆さん自尊心を削らないでください。いいですか？もうここまで俺もう絶対めちゃくちゃすっげえたくさん話してきましたけど、糖尿病が治らない理由、皆さんのせいですか？これ全部関係ないですよね。これもうだって社会的にとか、これ人間の体のそもそもの仕組みとか、そういうやつですよ。全然自尊心なんか削る必要ないです。これは声を大にしていたい。この間糖尿病の専門の先生と飲んでたんですよ。自分のクリニックの名前変えてやろうって、糖尿病専門クリニックって名前もよくねえって、自分の病院の名前変えてやろうぐらいまで言ってましたからね。それぐらい熱い先生たちって、みんなこの糖尿病って言葉自体にすっごい変えなきゃってなってるわけですね。これからおそらく糖尿病って名前自体変わっていくんじゃないかと言われています。僕もそれ大賛成です。医学は日進月歩です。変わってなんぼだと思います。変わっちゃいけない大人の理由もあるのかもしれませんけど、僕は知りません。さて、上級レベル、これまだ一つ目ですよ。二つ目があります。二つ目聞いてください。そしてこれね、もうこの上級者編もうこれ全部聞いたって大切な話もさせてください。これ話したくても今日ずっと話してきてるんでね、行きましょう。上級レベル二つ目です。糖尿病が治りにくい理由、上級レベル二つ目、遺伝。遺伝ですね。書いていきましょう。いいですか皆さん、遺伝めっちゃ関係あります。人間の場合は遺伝あんま関係ないんじゃないかって思う説ありません？なんか俺もそういう節あるんですけど、例えばですよ、お馬さん見てみてください。すげえ速く走る馬、あれの名前、例えばなんとかインパクトとかなんとかとって掛け合わせだったりとかして、足速いやつら同士でなんだ、種残してんだから、そりゃ足速いはずだ。足速いようにできてるんですよ。だって足遅い馬と足速い馬いるのって、そりゃ速い同士で掛け合わせた足速いよ。これ馬だったら分かるんですよ。みんな速いのはそりゃそうだろうって誰もが見てもそう思うじゃないですか。キリンが首が長いのもそうです。キリンはですね、例えばこうやって首を長く伸ばして、他の生物が取れない草を食べてこうやって生きてきたから、草を食べれて生き残ることができた、生き残ることができたから子孫を残せた。首が長い者同士で繋がって、首が長い者同士でこうやって高いとこ食って、それで子供が生まれて、だからキリンはみんな首がどんどん伸びてって首が長いんですよ。こういう風にですね、動物も人間も全部そうなんですよ。人間は頭が良かったから、いろんな道具が使えたからって、武器が使えたから、こういう風にみんなですね、遺伝子で出来上がってるんですよ。もしかすると人間は血糖が上がりやすくて脳を使うことができたから、メリットとしてあるのかもしれません。それが遺伝子として残されてるんですよ。だから遺伝子、遺伝ですよ、しょうがなくないですか。しかもですね、これ民族によって違うんですね。大陸の遺伝子とうちらの遺伝子全然違います。僕スペインに留学行った時にですね、スペインのドクターとですね、その時の研究室のドクターにですね、いろいろ話したんですよ。こっちはご飯うまいっすねって、スペインご飯おいしいっすねって。そしたら、あんまり食べてると君たち日本人の遺伝子と僕らの遺伝子全然違うから、あっという間に病気になっちゃうから気をつけないって言われたんですよ。本当にそうなんですよ。感染症のあれでも遺伝子も違うなっていう話あったじゃないですか。本当に遺伝子ってめっちゃいろんなところで関係してるんですね。なので日本人は確かに糖尿病になりやすい遺伝子なんですよ。島国日本の遺伝子があるわけなんです。だからうちらがもし血糖コントロールしていこうってなったら、国産のものをできるだけ食べるようにしましょう。国産すっごい大事です。日本を盛り上げていきましょう。僕日本大好きです。てかもう宇宙も好きです。もう何が言いたいんだこのチャンネルは。ちなみにこれフードロスの問題とかもあるんですけど、例えばですね、もしスーパーにですよ、安いものばっかり置いてあって、安いものばっかりを我々が食べたら、国産のちょっと高いもの買われないなって言ってスーパーも置かなくなっちゃうんですよ。だからちょっとでも高くても国産買われるなって思ってもらえれば、スーパーの人たちもね、みんなに思ってもらえれば、それでみんながこういう風に手に取るようになれば、ちょっとでも高くても国産だ、日本盛り上げていくぜって、僕はもうそういう風にしたいですけどね。手前から取るようにするとか、もうほんと一個ずつのことなんですけど、みんなに取り組んでいけたらなと思います。さて、上級レベルですね。もういっちゃん最後行きましょう。そしてその後に大切な話させてください。糖尿病が治らない理由、最上級理由3つ目、偏見が多い。はい、これです。偏見が多いです。さて皆さん、ここまで話してきて、まだ糖尿病が生活習慣がだらしないからなる病気だと思ってる人いませんよね。さすがにいないと思うんですよ。でも恥ずかしいんですけど、包み隠さず話すとですね、僕もですね、医者になって治療するまではですね、生活習慣がだらしないからなる病気だと思ってたところがあります。医者になって治療するようになって、こういう風に話すようになったから、ますます分かるようになったんですね。生活習慣結構関係ないです。まあ確かにですよ、治療の大原則は食事療法だ、運動療法だなんて言われたら、そりゃあこれ生活習慣がだらしねえからなるんだって思われちゃうかもしれません。でもそうじゃないんですよ。今日なんでこんなに長たらしくいろんな話したかって、この絵覚えてますよね。血糖がなかったら人間って死んじゃうんです。なので血糖値は下げる機構もあります。インスリンでね、一応下げる機構もありますけど、そもそも人間ってずっと人間やってきた歴史の中でですよ、血糖上げるホルモンばっかりやるって話したじゃないですか。これもそうですね。糖質コルチコイド、血糖値上げるホルモンだよって話しましたよね。副腎が出しちゃうんですもん、ストレス感じたら。ドラー上がっちゃうに決まってるじゃないですか。もしスクショしたい方いたらスクショしてくださいね。これもですよ、成長ホルモン出ちゃうんですもん。血糖値上
がるんすもん。寝るとき夜中になったらだって出ちゃうんすもん。だからしょうがないじゃないですか、血糖値上がるんすよ。だって血糖値上げなかったらこいつらだって電気ビリビリできないんですから、この横ヒューマン生きていけないですからね。ちなみに一般の方でこれ糖尿病って結局生活習慣がだらしない人がなる病気なんでしょって思ってる人結構いると思うんですよ。正直そう思ってたって方はコメント欄で教えてください。誰も批判しないです。実際にですね、病院で働いてるスタッフの方もですね、時々そういう風に思ってる方います。でももうちょっと僕の経験でですね、糖尿病と診断された時に僕困ったっていう患者さんがいたんですよ。ちょっと患者さんの話させてください。その患者さんはですね、糖尿病の治療ですねずっと続けてたんですけど、この病気のことって他の方に知られることってありますかっていう風に質問されたんですね。僕は答えました。病院の中ではカルテが見れるので知られることは多分あると思いますと。したらそれは困りますって言われたんですね。なんで困るんですかって聞いたら、僕がもしそれを会社で知られたら昇進に影響してしまうから絶対に書かないでほしいです、そういう風に言われたんですね。糖尿病っていうのが生活習慣がだらしない人がなる病気、こういうですね負の烙印って僕呼んでるんですけど、負の烙印が押されてるとですね、糖尿病であることを隠す必要が出てきます。隠してると人間ってさっき言った自尊心めっちゃ落ちます。自尊心ってめちゃくちゃ大事なんですよ。隠してることがあると絶対人間で自尊心落ちるんですね。自分でなんかこう悪いことしてんじゃねえかな、後ろめたい感じになるんですね。隠すようになってくると今度治療するときにですね、病院に通い続けるのが嫌になります。嫌になるだけじゃなくて行くのが嫌になるので行かなくなります。そうすると重症化してから運ばれるようになります。適切な治療の機会を失うことになります。社会の中でこの生活習慣がだらしない人がなる病気だっていうこの偏見が消えない限り、この糖尿病というのは治ることはありません。全力で社会の偏見なくしていかなきゃいけないんです。なんか僕の話ばっかりで本当に申し訳ないんですけど、僕はですね結構人間が大好きで医者になったところがあります。医者になりたくて別に医学部入ったわけじゃなかったんですけど、ただ大学時代にですねたまたますごい仲良かったやつにですね、医学楽しいねって話になってですね、そいつは楽しく医学勉強して、あもしかすると医療って面白いかもしれないねってなって、それで医者になったところがあります。その時にですねすごい仲良かった原田さんっていう人がいたんですけど、大学で何度も留年してるやつだったんですけど、その大学であだ名ベテランと呼ばれてたんですけど、その原田さんはですね結構何度も喧嘩しました。マジで殴られたりとかもしますし、すごい仲良かったんですね。でそいつ多分俺のことめっちゃよく知ってて、しかもそいつ今精神科医やってるんですけど、精神科の専門医やってるんですけど、そいつに一回言われた言葉がずっと忘れられないんですね。本当に人間よく見てるやつだったんですけど、そいつが言うにはですね、橋本って人間大好きで人間大嫌いだよねって言われたんですよ。あの時意味が分かんなかったんですけど、今だからすごいよく分かる気がします。僕本当に人間大好きです。だから飲むのも大好きですし、それで成功体験積み重ねちゃってるから、まあ先はやめられないんですけど、人間は本当に大好きです。一生懸命治療考えてそれで病気が治ったりとかした時はすっげえ嬉しいし、糖尿病のコントロールできてる時もすっげえ嬉しいし、やっぱり人間っていいな、医療っていいなってすげえ思います。けどやっぱり人間大嫌いな側面があるんですよ。多分こういう偏見だったり、誰かをいじめたりとか攻撃したりとか、そういうのが大嫌いなんですよ。誰かが傷ついてたりとか悲しんでたりするの大嫌いなんですよ。一生懸命治療頑張ってるってのに、なんかこういう偏見とかで辛い思いしてるのみんな大嫌いなんですよ。多分生まれたばっかりの時ってみんな純粋にピュアな心で生まれたと思うんですよ。でも生きるのってめちゃくちゃ大変だから、途中でいろんな経験すると思うんですね。何かに傷つけられたりとか苦しい思いしたりとか、そういうのでじゃあ逆にこっちもパワー持たなきゃって言って戦ったりとかすることもあると思います。そういうのが嫌になって逃げちゃったくなる時もすごいあると思うんですよ。逆にですよ、自分を守るためにですね人を傷つけてしまったり、気づけば悲しませてしまったりすることもあると思うんですよ。自分を守るために偏見を持ってしまったりすることもあると思うんです。だからきっと社会で偏見というものをなくしていかない限りはですね、この糖尿病という病気はなくならないと思ってます。それがなくならないと糖尿病の患者さんがどん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 日本で増えていって、俺の大好きな人間がどん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 辛い思いすることになると思うんですよ。俺の大切な仲間に、一緒に働いている仲間にですね糖尿病の人がいます。絶対に治ってほしいです。本人諦めてるって言ってました。何度やってもリバウンドしちゃうから、その度にいろんな人に笑われるし、からかわれるし、自分でもダメなんじゃないかって思うようになって、何度も失敗して諦めてるんだって言ってました。それじゃあダメなんだって。だから俺なんかにできることなんかないかなって思った時にこの動画撮ってました。他にもきっと糖尿病で悲しんでる患者さん、きっと辛い思いしてる患者さんたくさんいると思います。あなたは悪くありません。だから治療は諦めないでください。悪くなってから救急車で運ばれないでください。厳しい言葉を言います。糖尿病を諦めた人から悪くなっていきます。諦めなければ、きちんと血糖コントロールを続けていけば必ずいい状態が続きます。きっと膵臓も機嫌を良くしてくれます。それを全力で伝えたいです。俺がいろんな人に叩かれたとしても、糖尿病の治療で苦しんでる方、悲しい思いしてる方のところにこの動画が届けば嬉しいなと思います。今日本当にこういう風にいろんな話してきたんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。コメント欄たくさん書いてください。医学の知識がないことによって誰かが傷ついてるってことすっごいたくさんあります。これ医者になってからすごいよく分かったことなんで、なのでみんなとこういう風に医学の知識とか医療の知識を共有したいと思ってこういう活動をしています。もしね、本でも勉強できます。ドクターハッシー本とかで検索していただいてもいいですし、検索のところにドクターハッシーって入れていただいたらですね、たくさんいろんな動画が並びます。もうぜひドクターハッシー、なんとかとかでいろいろ調べてみてください。あとヘルスケアアカデミーもそうです。少しでもいろんなこと勉強したいなっていう方におすすめです。ぜひみんなで医学の知識身につけて、医療の知識どんどん共有してですね、悲しい思いをする人を減らせたらと思います。こんなところまで見ていただいてありがとうございます。以上、ドクターハッシーでした。ありがとうございます。